それでは失礼しますね。ありがとう、お嬢さん。心より感謝します。おや、マスター、いかがなさいましたか？ええ、恥ずかしながら本来のバレンタインは互いに贈り物を贈るということなのですが、困りました。渡せるものが何もありません。せいぜい感謝の念を込めるか、あるいは、花一輪というところでしょう。おお、これは驚きました。マスターからもチョコをいただけるとは。私のような武骨者にありがたい限りです。では返礼の花を。アイリスです。花言葉を教えてもらいましたが、希望、あるいは良い頼りなどだそうで、マスターにふさわしいものでしょう。このようなものしか贈れぬのが大変に心苦しいのですが、喜んでいただけて何より。ああ、枯れたとしても嘆かないでください。チョコレートは食べてしまえばなくなりますが、そこに込められた親愛は永遠でしょう。花も同じです。この瞬間、確かに我々は情を紡いだ。花が枯れたとしてもそれは永遠です。それではマスター、いただいたチョコレートを賞味したいのですが、よろしければご一緒にどうですか？